生体保存の例 c 十一形状機器官社生,生体保存の例区派八十一から一生体保存の例 y s 十一前頭部のみの保存の例生態保存とは機械類が本来の用途としての動作運用が可能とは限らない状態で保存されていることである。対して動作運用可能な状態で保存されている場合は動態保存という生体保存の状態から 動作、運用可能な状態に復元することも行われる。動体保存されていた個体が、保存環境や維持管理の悪さのために、生体保存となる場合もある。飛行可能であった、急に本軍の軍用機が里帰りした後、維持管理ができず生体保存状態になったことが、挙げられる。また、生体保存の一種として、後に、現状復帰させることを前提とした、モスボールがある。 精密機器類の取り外しや、可動箇所のグリース付け、各所の隙の風刺による防水、防塵を行うなど、なるべく劣化が起こらない処置を取った上で保存する。このような一時保管を単にストアと呼ぶ場合もある。日本では公園など監視が少なく人の出入りの多い場所に設置された蒸気機関車や路面電車などの保存車両が劣化により解体。 撤去される例が少なくない。また、一部の愛好家及び愛好会高値で売ろうとするものによって部品を持ち出されたり、バンダリズムの対象とされたり、大勢の人が車内に立ち入ることで劣化が進むケースもあり、場合によってはレプリカを公開するケースもある。大型の鉄道車両や航空機の場合、運搬方法や設置場所の制約といった理由から、車体、 機体の前頭部や前半部分のみの保存となる場合もある。また、中間部を抜いて切り付きで短縮することもある。ありがとうございます。